はい、おはようございます。カイジです。いやー暑いなおい。普通に暑いです。今何度だよこれ。マジで。20度いってんじゃない ?20 度はいってないか。いや大変暑いです。まあ。ということですね。今は11時です。今日何時だったかちょっと忘れましたけども、今日大変暖かいので、ですね、今日はですね、宮城県のですね、七ヶ宿町にある、七ヶ宿ではないですね、七ヶ浜ですかね。七節神社でしたっけね。確か、名前把握してないんですけど、あれです、神奈木のですね、聖中院の方に行ってみたいと思います。なぜなら暇なんで、私行きたいと思います。はい、ということで、とりあえず今ですね、荒浜か荒浜あたりいるんで、まあ六丁、そうですね、まあ多賀城に向かってちょっと走りたいと思います。もう2時でございます。ちょっとのんびりすぎましてですね、いろんなとこ行ったあげくですね、こんなところにいますと。まあ、そうですね、とりあえず花伏神社ですね、に向かいたいと思います。カップラーメンとおにぎりもあったんで、海岸沿いでですね、美味しくご飯を食べようかなと。久しぶりのね、七ヶ浜町かな。はい、ということで、行ってきたいと思います。いやー、今日は暖かいからな。いいぞー。相変わらず海沿いの街並みはですね、こういうよくわからない道になっております。すごいですね。大洗もこんな感じだったような気がするな。大洗はもうちょっと広かったか。塩釜とかね、こういう感じなんですよ。おおおお、ビッグ水です。見てください。いやー気持ちいいですね。いやーすげえ、なんだあれは。なんかフェリーがあるぞ。いやーでっけえなおい。いいなあ。いいなあ。久しぶりの海だ。いや結構透き通ってるっすね。結構綺麗なんだ。てんてれれんてんてんてん。おー、すごい。見てください、あれ。いやー、いいね。久しぶりに。いつもと違う海だ。へー。ね、すごくない?あー、今日あれなのかな?やっぱ震災の時に持ってかれたの、全部ここ。いや、あれ、なんか見事に、見事になんか、マインクラフトみたいな削り方してるけど。はー。すげえな。見てください。フェリーです。あれは、あれじゃないか。太平洋フェリーじゃないか。こっち来ただから、あれか。今からあれ、どこ行くんだろう。大間じゃなくて、あれでね、北海道でね。北海道行くのかな。なんか、ここでちょっと食べようかな。うん。よいしょ。さーてと、よいしょ。いいっすね。どうっすか。素晴らしい景色ではないですか。すいません。はい、お湯が来ましたね。はい、今日はトマトチーでございます。梅干しが食いたい気分なんで、はい、じゃあ、あと食べます。食べたいと思います。はい、食べてぞー。いやー、うまかった。じゃあ、今から船伏神社に行きます。はい、もう少しでございます。あと数百メートルぐらいじゃないですか。いやー、何年ぶりだろうなー。いやー、一回セロで来たんですよね。ここではないか。あれ?こんな道細かった気が。花伏神社と、はい、こんな感じです。町指定の文化財ですね。
はい、しょ。失礼します。ですね、私現金を持ち歩かなくなったということでキャッシュレスでしたね。いやー、こういうこともあるというね。はい。果たしてどんな道があるんでしょうね、この下には。神秘的だ。いやー、再生ポッド大事なんですね、上とか。この切り口はそうっすよ、さすがに。よっこでっかこの木ね、ずっと前からあったんですよ、多分。ああこの木とかすごいぶっとすごい。サバイバルですね、これ。神社の人はだいぶサバイバルということで、これ繋がってるよな。はい、よいしょ。はい、無事にですね、道は繋がっておりました。はい、以上、花伏神社でした。なかなか綺麗で神秘的な場所ですよね。よいしょ。ということでですね、本日は花伏神社を行ってみたということでですね、はい、ということで、はい、お疲れ様でした。またね、バイバイ。